お疲れ様です。本日も暗号通貨ニュースをお届けしようかと思います。私の注目している草コインですけども、たった一銘柄だけね、XDC、ゼンフィンネットワークって言っていた頃からずっとリサーチしていたわけですけども、当時の価格は1円から2円。高い時で3円、4円でしたけども、そうですね、本日は10円と32円ということで、10円前後を推移してます。ちょっと前はね、11円、12円も言ってたんですけどもね。 で、えー、と前回の XDC の動画放送では7円ぐらいでしたから、まあ、そこからもさらに値上がりしてるでしょあの重ねて言いますけども XDC ね全品ネットワークっていうのは適正価格は40円前後だと思ってるんですよだからもう一押ししてくれると思うんですよねだから仕込み時といえば私はもう仕込み時ではないと思ってますけども大体いいこういった草コインって100倍ぐらいになるから美味しいわけじゃないですかでこっからね3倍4倍ぐらいを狙うんだったらリスクの方がでかいわけですよ だってこの10円ってのは瞬間,瞬間的にでもですね、半値になる可能性があるわけですよ、5円とか。で、そういった時に半値の圧力に耐えれるかっていうと、多分耐えれないと思うんで、多くの人がね。だから、あの、半分になる、もしくはあ3倍、4倍になるというリスクリワードを考えると、ものすごく分のいい勝負ではありますけども、そもそも、おそういう判断ができてないから、今、XDC を買うのを躊躇してると思いますから、やっぱりね、これね、 5円になるまでには買っとかなくちゃいけなかったわけですよ。これもう何度も言ってますけどもね。1円の時から私放送してるわけですからね。1円の時からビターッと1円が動かない時から30円から40円が適正価格だって言って、実際にそこまで行ったわけでしょ。実際に行って、えー、それが今後退してきて、えー、10円前後になってきたってことを考えたら、まだ私のお水準からするとね、まだまだ伸びる余地ってのはあるけども、でもでも、でもですよ、5円以下で買えないってことはもうね、草コイン狙う、その、力量っていうかね、 うまみはないわけですよ。草コインってあくまでも50倍とか100倍になるから美味しいわけじゃないですか。3倍、4倍を狙うんだったらもうね、ビットコインでいいと思いますんでね。えー、ちょっとこう、捨て台詞フみたいになっちゃいましたけども、XDC 早く仕込んでおけばなーっていうところですよね。まあ10円でもね、これからのことを考えたら儲かるんですけども、まあいわゆる草コインを狙うとしたら美味しくないってことですか。何度も言ってすいません。以上です。